気安く人の名前呼ばないでよ、春野くん。キヨちゃんと一緒なら楽しいから。うん。行く途中でミノルちゃんとミカちゃんの教室寄っていいかな。サマースクール楽しみだね。うん、私ね、こういうイベント初めてなんだよ。ちゃんとミカちゃんともっともっと一緒にいられるんだよ。アキオちゃん、委員会頑張ろうね。
アキオちゃん、どうしたの？何か悲しいことでもあったの？アキオちゃんはどうして制服じゃないの？うん、商店街の広場に行くんだよね。外出するときは制服着用のこと。アキオちゃん、警察に捕まっちゃうかもよ。止まらない？アキオちゃんも？逮捕。難しいんだね。そうだね。私、商店街に向かってたんだけど、ほら、アキオちゃん家、通り道にあるでしょ？気がついたら呼んでたの。
面白いのを考えようね。なかなか難しいね。Thank you.
に？あのお店？何？駅？電車見れるかな？電車見れるかな？見れるといいね。キヨちゃん、あそこ人が集まってるよ。サトリンの？あ、うん。少しだけなら。女の子の絵なの。何？どうしたの？あ、そうだね。
どうしよう。もう、アキオちゃんの意地悪。でも、ハンコって面白いね。ぺったんぺったんって。こういうの、私も作ってみたいな。芋版？この町、名所や旧跡が多いんだよね。そういうところ回ってスタンプを押すの。バーガーのお店？うん、初体験だよ。
少し緊張しちゃったよ。次は、アキオちゃんの分だって一緒に注文できちゃうよ。えへん。なーに、アキオちゃん。もう、さっきも私のこと見て笑ったでしょう。